皆さんどうもどうもよろしくおろしロゴン TK です。ではね、今回もエンちゃんとアームやっていきましょう。でね、もう今回から京都市の方に行きましょう。行きましょう。ディーラーや、ディーラーや、言いにくいなそこやねんな。前もね、ちょっと1回か何回か言ったんやけど、ディーラーやって言いにくいよね。まず、何これ、ワープする、は、何これ、ワープする、何、気になる、ワープしたい、ワープした先がどこになんのか知りたいちょっと気になる、マジで。あ、ここに繋がってるんや。へえ、それは知らんかったいやー、新たな発見、新たな場所で新たな発見。ここは何や、あー、何も入られへんのかい、入られへんのかい。あー、やっぱ出てくるんや、こっちは。一応ね、今回も道中のなんか旗橋的出てきたよ、ずんぐりぼっくりみたいなやつがずんぐりぼっくりって言ったら言えばいいんやけど、結構強い、痛い痛い痛いよって、おい、グラビティになってるよ。よいしょ、よっしゃ、で、オッケー、いけた、よっしゃ、いけ、いったれ、よっしゃ、イエーイ、よし、やり、すごい、獲得 SP もちょっと増えた、よかった。獲得 SP がちょっと増えたんかガーナ、獲得経験値はそんな増えてない、一緒やと思う、なんとなく。ああいうなんか遺跡みたいなやつはなんなんやろ、ちょっとそれが不安、不思議に思ったんやけど。にしても暑そうやな、この砂漠何もないし。なんか途中でさ、なんか大きい敵とか出てきそうな気するんやけど、昨日なんちょっとそういう風に感じたよ、今なんかな、大きい敵なんか出てきそう、なんかワームっぽいものが。え、何ここ、え、ここはどこに繋がってんのかな、ワープする。え、こっちは横浜の方かな、なら繋がってるところは。ちょっといろいろ気になるよ行ってみたくなるかな。え、ちょっと待って、さあ、え、大丈夫、え、何これ、え、ちょっと、待って、え、いや、待って、ちょっと待ってよ、なんか強そうな敵、ちょっと待って、これ死んだら、あ、死にませんよ、一応聞くわ、よかった、フィニッシュ獲得 SP、お、なんか微妙に下がった。え、何ここ、え、何ここ、え、何ここ、マジで何ここ、開く、村人ショット、勇気専用。あ、そういや、スキル持ってたね、忘れとった。スキル習得の方をやっていきましょう。メガショットとグラビティショット、縦レスの敵を重力にする射撃。だから重力ってなんなんマジで分からへんねんけど、ライガー、あ、何もないね。ちょいと勇気で装備、スキル、ハイエラショットは別にハイショットかな、変えるんやったら。メガショット、ハイショット、ちょうどいい感じに。よし、じゃあアンバイア無属性の中攻撃、中やろ、こいつにしとくかね。で、この先なんかあんの、これ絶対さ途中であるよな、振動するやつがさ、やっぱり来た来るかな思ってん、なんかほんま来るかな思ってん、
でもなんかもう一回ありそうやな、なんかな、この長さ的にさ。あ、なかった、大丈夫か。ああ、これ水か。え、これなんなん一体。え、なんなんこれはさ、マジで気になるんだけど。え、は、ああ、こじけた。え、どこ繋がってんのこれ。場所、行く場所、ま、あ、違う、あ、間違えてる、合ってる、どういうこと、どういうことやね、ほんまね。あー、はぁはぁはぁ、遺跡、ジャンクシティ遺跡の方に行った方がいいんかな。これ、ベオビス火山遺跡の方かな、そんな気がするね。なんかこの中になんかいろいろあるし、あったしね。あの中入っていったよ、入っていけるんやったら。にしてもどこ行きゃいいんや。ちょっとふと、どうしたらいいんかわからんかった。おっしゃ倒したぜ、よっしゃ、おっしゃい、なに、うわい、ポイズン、ポイズンか。一節やって、頭一節やって。よし、おお、3900、お、SP も長いね。いいね。ちょっと成長もさせてますか、そろそろ。全然ね、全然変わったりが、全然成長とか、いや、やってこなくなってきてるから、した方がいいかなっていう。そんな気がするんやけど。え、ここ入られへんの。え、どういうこと。いや、なら、ちょっとどっちか行かなあかんってことやんか。え、これどっち行ったらいいん。マジでそれ思うんやけど。ジャンクシティしようじゃん、どっちかやろ。砂漠の遺跡やろ、遺跡やろ。で、遺跡があった中に入った。どっちか湿原の方行った方がええんか、火山の方行った方がええんか、わからへん。てか、それ以前にこっちらへんじゃ、おい、びっくりしたい。こっちらへんで、なんかまだなんかやってないような気がするよ。覚悟するんだな。あの、だから最初全部できてるから、まあいっか。え、そういうのやるやけど、違う、間違えた。この中入っていくんじゃなくて、この外の方でさ、何か宝箱とかあったりするのもするんかなとか、それを思っていろいろ今以降思っててんけど、なんか出てきすぎ。出てきすぎてか、初めて見たやつ私。おーい、頼む。よし、一発や。フィニッシュ、ウェイ。よっしゃ、終わった。これが私の実力よ。よし、この感じで行くと、いける。これなんかある。ちょ、敵出てきすぎ。ちょっと敵出てきすぎやて。頼むわ。これ、お、なんかまた新しい敵が、人型の敵が、人型の、暴力の敵が出てきたけど。お前さ、見たことある。あのショットのやつは見たことある。なんかショットというか、なんか銃持ってるやつが。お、いくぞ。いや、そんなに強いことはなかった。まだ暴れたいけどな。あれがすごい。え、なにこれ。なんだなんだ。地面だ。は、え、
何？いや、ここ来たあかんかったん？もしかして。うわ、飲まれた。え、大丈夫なんこれ。え？どこだ、ここ。ちょっと待って、え？なんかおったよ、ここに。戦おうか。おう、髪の結晶？うん、窓を切るぞ、消すか。我がコマンド。戻れるのかな、これ。あー、これ戻れるっぽい。あ、ここ、あ、そういうことか。ここの遺跡のやつは。そういうことな。まあ、ならもう、さっき進んでいこう。あ、なんか、コアも取れてきおったわ。ならやっていこう。一瞬、ちょっと待って、って待って。さっきな、押したときさ。いや、マジでびっくりしたわ。いや、ちょ。おっと。一匹だけやったら大丈夫っぽいなっていう強い相手。ちょっとま、うい。ちょっとま、ウェイ。ナイス。よっしゃ。ナイス。頼む。生きててくれ。よっしゃ。よいしょ。行け。オッケー。あかん、死ぬ。あー、死にそう。アスマ死にそう。よっしゃ、よっしゃ、死んだ。助かった。うわ、ライがやば。てか獲得経験値やばな。イールコア、てい、ちょっと待てい。まあ一応に VP 回復させるアイテムはね、持ってるんで、まあ問題はないんやけど。おっしゃ、出てきすぎな。おっしゃ、一発や。楽やわ、マジで楽やわ。よっしゃ、どうだどうだ。よっしゃい、終わったー。こっちなんかある？いや、なんもない。なら先行こう。うん、さっき行った方がよわ。なんか忘れてそうな気するけど、何か宝箱忘れてそうな気するけど、一個しかないっておかしくない？まあしょうがないか。お、なんかカリンか。そやな、カリン戦行ってたな。HP 今見たら今ちょっと見てたら。よっしゃ、どうだ。よっしゃ、とナイス。よーし、行こうか。ってなんかまたいたわ。一旦ちょっと二人ちょっとやばいから使っていくわ、アイテム。あ、まだいけるか。死なんかったらいけるわ。死なんかったらな。よし、こいつと戦っていこう。だいぶコアの持ってる敵と戦って、コア集まってきてるんですけど、その溶石でやったりね、力だと血と、あと月のやつがね、足りてないんで、なかなか作れてない状況になるんですよね。うえ、でい、武器の方もね、全然作れてないんですよ。一応そのコアはね、買って持ってるんですけど。え、なにー。あー、マジでやばい、これはやばい。あー、死んだ。あー、なんやねん。 OK、 終わった。おー、混ぜた。おー、カリンとライガと勇気が危ないよっていうね。
バジリスクコア。なるほど。一旦ちょっと使っていこう、アティブ。もうこれは使っていくしかないわ。勇気も使っていく。でも全員も使っとくか。ちょっと怖い。ちょいと見させてもらいましょう。武器合成できるよな。いやできん。うわこいつはできる。あーリボルバーカノン。あこいつだけしかできんのか。マジかマジでか。これ全然できひんがな。合成はあるならいけるけど、ちょっとこう あっちのなあれが欲しいからさ、今のところやめとくわ。アイテム購入。 TB すご、 TB すごっていうのこいつもちょっと欲しい。あ神の神、神4つは欲しい。4つもこれも欲しい。よし EP やろ、 EP だけやろ。 1,2,3 3つバラとか買っとこう。知らない、これはコアマテリアル。うわめっちゃあるわ。ちょっと待ってまあこれ買えるだけ、買えるやつで買っとこう今。びっくりした見ていやめっちゃ下まであるかなっていうな。こっちでやってるっぽいかな。上はね火山なんですよ。下は湿原やねんけど、こっちでやってんの、それが知りたいわ。どうだ合ってるか。やっと暑さが和らいできたわね。あーこっちっぽいな、京都っぽいわな。緑も増えてきたしな。そうやな、ちょうどこの辺りから京都地方よ。京都シティっていうと金だよね。金、京都シティでは金がたくさん取れるからさ。へえそうなんや。と何でも金ピカだよお風呂もトイレも金ピカかもな。金ピカなんや。いやいくらなんでもトイレが金なわけないだろ。ワクワクするな。ワクワクするのか。また金目のものの話。ちょっとは成長したかと思ったのに。キングマンモス大きなお世話。キングマンモス大きなお世話。何やそれ。とにかくこの先を進んでいけば、じきに京都シティに着くわ。ほう。早く行こうよ。京都か。京都がどうかしたの、ライガさん。いや、なんでもない。行こう。あそうや、なんかね、前弟もと地位を消して弟死んで、その時のなんか話題に出てましたね、京都シティのなんか方で。ライガがなんか軍隊を退いたから、なんか王が何かされたとかもう覚えてないけどね、そこまで。ヘボなんか、え、なんかヘボくね、なんかヘボくね。しかも初めて見た時だけどあれ、お確かこの先の曲がり角を東の方角に進めば。東の方角ね、オッケーオッケー。京都シティに着くはずだよ。どうしたライカさん。あれを見ろ、アツマ。何、どこを見る。おお女だ。ふん、トン、はうわ強っ、双剣使い。ちょっとあれ、まだ来るか。よかろう、我が刃の前に命を散らすがいい。え、何、どうしたらいい。ちょっとどうするの。そうそう、どうすんの。どうって、助けるに決まってるでしょ。行くわよライガ。ライガ、御意、参りましょう。うわあ、絶対知り合いやってライガの。しかもさ、その京都の方でなんか有名なやつ、誰か忘れたけど、
大丈夫これ言って。貴様にはここで死んでもらう。我が一族のためにな。愚かな。勝てると思っているのか。多勢に無勢、いかに貴様といえどこの数を相手に勝てようものか。ちょっと待った、あなたたち一人相手に寄ってたがって卑怯だとは思わないの。娘、手出しは無用。手出し無用って言ってももう遅いみたいだけど。邪魔する者は全て斬る。それが我ら忍びの掟。お、忍び出てきた。掟だか掟だかホタテだか知らないけどやるしかないみたいね。よっしゃ、バリッと行くぜ。うん、行くぜ。ヘボいよ、絶対ヘボいよ、忍びは。一撃必殺の技持ってそういうの気にするけど、まあそこまで強くはないでしょう。うん、ヘボいな。いや一発何？よっしゃ、よっしゃ、ナイス。死なば者とも。え、何これ、なんかすごい。え、なんなんだこいつら。自爆しなかった。俺ら忍びの一族は死ぬなどいとわぬぞ。アツマ、やつら自爆攻撃には気をつけるんだよ。さやか残念ね。でもかった。よし、片付いたな。助立ち、片付けのうございます。うわやべえ、タイプかも。いやいや、京都シティの将軍家に仕えるさやかと申します。あ、こたびは危ないところを。うん、ライが。ああ、久しいな、さやか。そんな、どうしてこんなところにあなたがいるのです。さやかさん、ライガのこと知ってるの？もしかして知り合い？その知り合いというか、その何？コン。え、まさかコン？コン？うん、キツネ？いや、違う違う。私とライガは婚約していたのです。言っちゃった。ええー、やな。勇気を取り婚約って、だってここ婚約ってあアツマ、どもりすぎ。おかしいよ、だってライガさんだよ。だってライガさんだよ。その言い方おかしいよ。その方が、その言い方の方がおかしいよ。私が婚約していたことがそんなにおかしいか。だってライガさんって、てっきりうわ、ちょっとこれどっちもなんか嫌やねんけど、これどっちも嫌やねんけどなあ、どうしたらいいんこれ。いや待って、これ下やったら下であったらなんか嫌やし、上にあったら上にあったらなんかもうちょっとホモ系の方に見えるし、これにしよう。てっきりライガさんってカリンにしか興味ない人だと思ってたからさ。いつもカリンのそばにいるし、例えるならば子供のことにしか興味のない過保護の教育ママって感じ。いや確かにそれは言えてるかも。いや言えてるんや。私もいい加減息が詰まっちゃうわ。カリン様、私はカリン様のためを思って。分かってるけど、私だってたまには羽を伸ばしたいわよ。カリン様。ああ、この方はこれでもロンドンシティの王女カリン様だ。これはご無礼を。いやすごい、育ち良すぎ。そんなにかしこまらなくったっていいのに。しかし知らぬこととは申せ、先ほどは大変な無礼を。中森君、笑ってほしいな。いいっていいって、そんな大したもんじゃないから。そうそう、そんなかしこまる必要ないって。あのね、かしこまる必要はないけど、あなたたちが言うことじゃないでしょう。そうよね。ところでさやか、先ほどの忍者たちは一体何だ、なぜ襲われていた。いえ、
私にもそれは。忍者といえば私同様京都シティに仕えるに襲われたのも何かの間違いであると思いたいのですが。間違いで襲ってるって感じじゃなかったと思うけどな。ところで先ほどから気になっていたのですが、彼は姫の従者か何かで？ああやばい。カリンの従者だってさ。だってさ。従者なら私に絶対服従ね。いややめて。怖い。私の前にひざまずきなさい。ああやばい。かあなんだそれ。それ。なんで俺がカリンにひざまずかなきゃなんねえんだよ。従者ではない。当たり前だろ。それでは何故カリン様と旅をしているのですか。私には事情がさっぱり。だからただの仲間だって。俺が用事があって京都シティに行くって言ったらみんなが勝手についてきたんだよ。勝手についてきたって人を野良犬みたいに言わないでよね。いや野良犬やん。アツマが秘術を習得するための修行に行くって言うからサポートしてあげようと思ってついてきたのに。そうそう、感謝感激雨あられの嵐を起こして涙ちょちょ切れてもらわないとね。いやちょっと待って、涙ちょちょ切れてもらわないとわかんのか。秘術。そう、この右腕をコントロールするための秘術を。また来たか。嘘だろ、なんで急にこんなところで右腕が。ああまた来た、例のあの闇落ちした悪魔の悪魔と右腕の対話が。いや闇落ちはしてないからな。え何、え、なんか怒んねやろ。エンチャントアーム、ナウローディングってなってるからさ。え、何今度は何時宗、何こいつ気色悪い。かったるいの。なんかちょっと戦国時代のさ、名前何やったっけ。あいつ、あーなんかわ、忘れた。何か面白いことないかの。あ、なんか思い出すんだけどな。何か面白いことを申せ。はっ。それでは僭越ながら申し上げます。ほのか。うん、む、うん、む。時宗様のお顔とかけまして。ほうほう、わしの顔とかけまして。体全身真っ白な犬と解きます。ほうほう、体全身真っ白な犬と解くとな。解くとな。してその心は。何これ。こちらも面白ございます。いや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 、ほうほう、面白い。どちらも面白いとな。なるほど、面白いと面白いか。ブヒャブヒャブヒャ。いや笑い方キモ。笑い方キモ。これは傑作じゃ。確かにわしの顔も全身真っ白な犬も両方面白いの。ブヒャブヒャ。だから笑い方キモいって。ブヒャ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 。んんはて、何がバカにされた気がするが。うん、バカにしてるよ。はて、気のせいかの。気のせいかの。はい、気のせいにございます。いや絶対気のせいちゃうやろ。時宗様のことをバカにする者など大陸広しといえどもおろうはずがございませぬ。いやおるよ、あつも絶対グロ。いやなんか言うよ。ブヒャ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 。笑い方。確かにそうであろうな。噂にたがわぬおバカな殿様ね。ん？なんじゃなんじゃ、妙な声が聞こえたが。はて、空耳かの。空耳じゃないわよ。あ、クイーンオバエスやんか。おぬ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 お
デビ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 デ
わわわなんか面白いなこいつさ。なに麦こいつアホやろほんま。出会え出会え者ども出会うがよいぞ。無駄よ。そのあたりにいた者たちもう片付けてしまった。なに、はい、クイーン。なんじゃと。何が望みじゃ。今ならいくらでもやる。いやそういうのいらんな。命は助けろ、助けるのじゃ。ここまで見苦しい。この隙も見せる。まあそうやな。最初を出します。なんじゃと。ほんの少しだけ待ってあげる。最初をよみがえらせなさい。このシティの魔導機の場所がどうにも探知できないのだ。場所を知っているのでしょ。そんなものは知らんぞ。早く最初を復活させないと。京都シティ、あなたを滅び去ることになる。あらあら、だらし。うわー、マジかよ。怯えちゃって話にならないわね。また来る。ちゃんと最初を用意しておくの。行きましょう、トー。はい、クイーン。いやもうトーヤ完全にやばいって。フッ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 。お木宗様、ご無事ですか。無事なわけがあるか。かいの下履きを持てい。ダメだこいつ、ダメだこいつ。遅かった。今のは一体。俺の右腕、デビルゴーレムが近くにいると。反応するみたいなんだ。デビルゴーレムが近くにいると。では、もしや。そうね、きっと距離的に考えて京都シティにデビルゴーレムが現れたってことよ。やばいじゃん。やばいじゃん。京都シティへ急ごう。さやかさん、案内を頼む。はい、この曲がり角を東側に曲がればじきに京都シティへ着きます。わかった、行こうぜ。行こう。ということでね、まあ今回はこれぐらいで終わりましょう。ではまた次回の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル50音縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。